アンゲラ・メルケル、アンゲラ・ドロテア・メルケル、出生、名、アンゲラ・ドロテア・カスナー、1954年7月17日体、は、ドイツの政治家。2000年から2018年まで、キリスト教民主導名、セティ党首を務め、2005年から第8代、ドイツ連邦共和国首相を務める。ドイツの歴史上初めてとなる、女性首相である。家系は、ポーランド系。 帝政ドイツ時代の1896年に、ポズナン、ドイツ語ポーゼンで生まれた、ポーランド人であるソフルドビク・カズミエルチャクが第一次、世界大戦でドイツ軍に徴兵され、戦後に除隊した後ベルリンに定住、グダンスク、ドイツ語の表記では、ダンツヒ出身のカシューブ人、ヘルリンとイエンツシュと結婚、長男のホルストが4歳の時の1930年に、生を、カズミルチャク、 コスミアジャックから、カスナー、キャスナーに変更した。このソフルドビク、ドイツ語の発音ではルートビヒは、ルター派プロテスタントだった。アンゲラは、ハンブルクで生まれた。父ホルストが、ベルリンイコールブランデンブルク福音主義協会、ゲンベルリンイコール、ブランデンブルクイコールシュレージシェオーバーラウジッツ、福音主義協会の牧師として、ドイツに赴任することになり、 生後数週間のアンゲラは1954年に両親と共に東ドイツへ移住する。母はラテン語と英語の教師であった。東ドイツでは、教会は反政府勢力の拠点であったが、カスナーは政府に進歩的勢力と見られていた会派の所属で、危険視されておらず、西側諸国へ海外旅行できる特権も与えられていた。東ドイツで、 1> 弟一人と妹二人が生まれる。学校時代は付き合いは良いが目立たない生徒であったという。成績は優秀で、中学校時代の全科目の平均評価は1.0。最高であり、特にロシア語と数学に優れていた。家が宗教家のため加入義務はなかったが、ドイツ社会主義統一党、SED の下部組織である自由ドイツ青年団、FDJ に属していた。 1973年にカール・マルクス・ライプチヒ大学、現代プチヒ大学に入学、物理学を専攻する。彼女はこの頃、ポーランドへの長期自転車旅行に出かけている。在学中の1977年に、同じ学部の学生だったウルリヒ・メルケルと結婚。現在の生は彼に由来するものである。しかしこの結婚生活は4年で終わった。1978年、 有料の成績で学士号を取得、東ベルリンにある科学アカデミーに就職し、理論物理学を研究する。ここで、現在の夫ヨアヒムザウアートで会うが、二人が結婚するのはずっと後の1998年で、ある。1986年、博士論文を提出して博士号を取得。物理学者として、分析科学に配置転換となる。同年初めて、 西ドイツを旅行。これは審査で国家に忠実とみなされたものにのみ、許される権利だった。この頃の彼女に政治活動は見られず、SED 党員でもなく、反政府活動もしていなかった。1989年11月9日、夕方のテレビニュースで出国のビザ規制が大幅に緩和されることを知ったが、母親に電話しただけで夜にサウナに出かけ、 そして自宅に戻ってきて、大騒ぎになっていることに聞いて、友人と共にボルンホルム通りの検問所に行った。国境ゲートが開いた後に、観光の中で、西へなだれ込む人並みと共に、西ベルリンに初めて足を踏み入れた。ようやく西に入った彼女は、ハンブルクに住むおばに、公衆電話から電話しようとしたが、公衆電話が見つからず、諦めたところに、見ず知らずの西ベルリンの人の一家と出会い。 その人の家の今からおばに電話をかけさせてもらった。その後、集まっていた一団で、西ベルリンの繁華街、クーダムに行こうということになったが、彼女は断り、東へ戻った。後に、ここまでやってきたことだけで、私にとっては大変なことでした。と回想している。この時三十五歳だったが、この日まで、普通の一般人であった彼女は、この、 ベルリンの壁崩壊で劇的に人生が変わった。ベルリンの壁が崩壊した後に先行きが不安になった科学アカデミーを辞職、民主主義の出発の決闘メンバーになる。同党では報道官を務めた。1990年に東ドイツで行われた最初にして、最後の自由選挙でこの党はセディ、西ドイツのセディとは別組織。ただし、同盟の両党は 再統一後合流したと政党連合を組んでいたため、東ドイツ最後のロタール・デメジエール政権で副報道官に就任した。ドイツ再統一直前に西ドイツディ党大会に出席し、党首で西ドイツ首相のヘルムート・コールに初めて出会う。10月3日の統一後ディに入党し、1990年12月2日の連邦議会選挙で、 故郷メクレンブルクイコールフォアポンベルン州から出馬して、初当選。初当選議員ながら、第四次、コール政権の女性、青少年問題賞に抜擢され、1991年1月18日に、就任。ブランデンブルク州の東支部代表を目指すが、党内基盤が全くなかったため敗北。しかし、シュターチへの協力という過去が明るみに出た、デメジェールの辞任を受け、 公認のセティの連邦代表代理に就任した。ついで1993年には、ついに、メクレンブルクイコールホアポンメルン州の投資代表に、就任した。1994年10月の連邦議会選挙により成立した第5次、コール政権では、環境、自然保護、原発保安担当大臣に就任。前任者、クラウス・テップファーの環境保護政策は、 経済優先のセディ党内連立相手の自由、民主党、FDP に受けが悪かったが、メルケルは就任3ヶ月目にテップファー以来の事務次官を更迭してこれに応えた。なお、東ドイツ時代の知人は彼女がその成功から同盟90、緑の党に参加すると思っていたので、セディへの入党に驚いたという。ちなみに彼女の母は統一後は社会民主党、 SPD の熱心が支持者になり、牧師である父もセディ支持者ではないという。1998年の連邦議会選挙で歴史的な大敗を喫したコール政権が終幕を迎え、セディは野党に転じる。コールを継いでセディ党首に就任したボルフガング・ショイブレの提案により、彼女は同党幹事長に就任。1999年11月に、 同党のコール政権時代の闇献金が発覚すると、メルケルはいち早く、フランクフルター・アルゲマイネミに寄稿して、コール元首相を批判、彼から距離を取ることを党員に訴えた。その後、コールとは和解している。2000年2月に闇献金問題により、ショイブレ・セディ党首が辞任すると、4月の党大会で承認され、セディ党首に就任した。セディ党首とセディ、 CS 連邦議会議員団長というショイブレのポストは、党首がメルケルに、議員団長がフリードリ・ヒメルツ、セディ財務担当にと別々に引き継がれたように、旧東独出身のプロテスタント、女性であり、しかも離婚歴のあるメルケルは、セディではリベラル派とみなされ、保守本流からは会議の目で見られていた。トップの闇献金疑惑にショックを受けたセディの地方党員、一般党員が、 保守本流からは外れるメルケルを当初に押し上げた。実際のところ、州首相の経験もなく、連邦議会議員団長でもなかったメルケルは、連邦首相への通例のコースからは、外れており、党内権力基盤も弱かった。コールのお嬢さん、と呼ばれていたのがその証拠の一つで、内閣の旧東ドイツ出身者と、女性の割合を増やすための数合わせに過ぎないと、コール政権時代は見られていた。 しかしメルケルはその後着々と権力基盤を確実にしていく。2000年の時点で保守本流を代表し将来の首相候補と職望されていたのは1999年に SPD の強かった赤いヘッセン州でハンス・アイヒエル州首相を破ったローラントコッホであったがコッホが率いるヘッセン州セディ支部自体が2000年に闇献金問題の直撃を受け 全国レベルで保守陣営を代表できなくなった。2002年の総選挙では、姉妹政党であるキリスト教社会同盟、CS のエドムント・シュトイバー党首権バイエルン州首相が保守陣営の首相候補となる。1月11日に行われたその協議の際、メルケルは首相候補を諦める代わりに、総選挙後に連邦議会議員団長のポストを得るという密約があったと言われている。 この総選挙は野党連合の赤敗に終わり、シュトイバーの初のバイエルン出身首相という野望は、ついえたが、メルケルは選挙後に、メルツ、セディ、CS 連邦議会議員団長から、その地位を奪い取る。国政での SPD と、同盟90、緑の党の連立与党の不人気にも助けられて、中世レベルでセディはその後確実に政権を、奪っていき、2004年のホルスト・ケーラー、 連邦大統領の擁立にも成功する。メルケルは、以前のように、一般党員、地方党員だけではなく、旧聖読出身の保守本流の政治家たちも、一目をかざるを得ないやり手の政治家に成長した。さらに2005年に入り、シュレースビヒーコールホールシュタイン州とノルトライン、イコールベストファーレン州での衆議会選挙の競り、勝利により、 シュレーダー首相のかけで前倒し実施されることになった5年の連邦議会選挙を整理、シエスの首相候補かつ初の女性首相候補、初の登録出身候補として戦うことになった。この頃にはかつてのあだ名、コール、石炭と発音が似ているのお嬢さん引っ掛けて鉄のお嬢さんと呼ばれるようになった。これには鉄の女と呼ばれた マーガレット・サッチャー元イギリス首相に必しての意味合いもある。二人には科学者出身、保守系、女性政治家という複数の共通項があるためである。またのもう一つの意味は中世の拷問用具である鉄の諸女であり、メルケルが選挙戦で掲げていたラディカルなネオリベラル改革を左派陣営が揶揄してこう呼んだ。2005年9月18日に行われた。 総選挙では、メルケル率いるセリ、シエス連合は、デアハルト・シュレーダー首相率いる SPD、緑の党連合に、僅差で勝利した。しかし改選前より議席を22も減らしたために、FDP と合わせても過半数には届かず、緑の党との連立協議も不調に終わったことから、SPD との連立以外に、現実的な選択肢がなくなった。SPD と、 政権運営についての折衝が始まると、10月10日には、セディ、CSSPD の3党による大連立を組むことで合意したが、セディと SPD の最終議席配分がわずか4、議席差だったことから、連立協議は、乱した。最大の争点は、誰が首相になるかで、セディは、比較第一党として、メルケル主犯を譲らず、SPD は、2年経ったら、 シュレーダーと交代案を持ち出して政権に執着した。結局、セティが単独で主犯を取るのと引き換えに、16ある閣僚ポストの内半数の8を SPD に譲るという妥協が成立。11月22日、メルケルは第8代連邦首相に就任した。51歳での就任は2016年現在、歴代最年少である。 またに大政党が大連立を組むのは1966年から1969年のクルトゲオルク・キー・ジンガー政権以来となった。メルケル政権は発足当初から積極的な対ロ、対米外交を展開して、公私自立を出し、2006年3月の3、衆議会選挙でも勝利して、連立政権はひとまず順調にスタートを切った。ドイツは引き続き、 フランスと東ヨーロッパ諸国、特にロシアとの友好関係を継続、将来的にはトルコの欧州連合、EU 加盟を支援するが、前政権ほど積極的ではなかった。さらには、中道左派の社民主義政党である SPD と中道右派の保守政党であるセリ、シエスでは政策考量が大きく異なっていることは否めず、また、財務大臣などの重要閣僚ポストを SPD へ譲ったこともあて、先送りされているメルケル政権の看板政策の中心で、政治公約である雇用促進による、ドイツ国内の雇用、年金制度の大幅な改革による、メルケル改革の実現、健康保険制度改革や法人成立改革などの内政面の課題の奇数は、不透明な状態で、今後どこまで両党が政策合意を重ねていけるかが注目された。 2006年末、任期後半の目標として、連邦制改革、官僚主義の打破、科学研究の振興、エネルギー政策、財政立て直し、家族政策、少子化対策、労働、市場政策、そして最重要課題である、健康保険制度改革の発展を掲げた。メルケルの政策には、過断差はなく、対処的なものではあるが、 就任当初はその政策実行力を不安視されたものの国民のみならず経済界や国外からも安定した支持を得ている。なおメルケルは国民への政策説明に世界の国家指導者で初めてビデオポトキャストを使用している。2007年前半の EU 議長国6月のドイツハイリゲンダムでの主要国首脳会議サミット議長も無難にこなし また二酸化炭素排出量削減など、環境保護政策でもイニシアチブを発揮している。同年8月29日に首相就任を初めて日本を訪れ、また9月23日にはドイツの首相として初めてダライラマ14世を首相官邸に招いて会談し、会見したのはセディ党首時代以来2回目、中華人民共和国政府の抗議を受けた。 シュレーダー政権同様中国重視に変わりはないが、より人権重視の姿勢を見せており、EU の対中武器輸出解禁には反対の姿勢を示している。2008年元旦、テロ防止のため通信事業者に対する通信履歴保存義務を最初に導入した。これは EU データ保存指令の実施のために、刑事訴訟法及び通信法を改正したものであった。 この立法が官報に掲載された翌日に3万人以上の原告が抽象的意見審査訴訟を連邦憲法裁判所に提起した。原告らはこの立法が通信の秘密を脅かすと主張した。また、この年メルケルはイスラエルを訪問し、イスラエル議会で演説をした。それまでイスラエル議会で演説した外国人は大統領など国家で、 最高の地位にある人物のみであり、メルケルは首相という立場で演説をした初めてのケースとなった。演説はメルケルの母語であるドイツ語で行われ、中にはドイツ語を聞くのは耐えられない、として議場を離れたユダヤ人議員もいたが少数派だった。2009年9月27日の総選挙でセディ・シエスが勝利、SPD との大連立を解消し、 新たに FDP と連立政権を樹立することで合意。10月28日に第二期政権が発足した。メルケル政権は支持率60%を長らく維持していた。しかし2010年3月2年前に導入された通信法及び刑事訴訟法の関連規定が連邦憲法裁判所の意見判決によって一部無効となった。 さらに4月のギリシャ財政破綻問題ではドイツが多額の財政支援を行わなくてはならなくなった。そして内閣支持率が40%台ほどまで急落した。2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故によりドイツ国内でも脱原発の機運が上昇。原子力発電推進派として 稼働年数を延長する政策を取ってきた首相も、この動きを見て3月14日に計画の凍結を表明した。しかし、ドイツ国内の原子力発電所不振は拡大していき、地方議会選挙で緑の党が躍進するなど与党が相次いで敗北。5月30日には、2022年までに国内17機すべての原発を閉鎖するという方針を示し、 新たなエネルギー政策へと舵を切った。2013年9月22日に行われた総選挙では、セディ・シエスは議席を伸ばし、第一会派の座を維持したものの過半数には届かなかった。一方で、支持が低迷していた連立相手の FDP は惨敗し、全議席を失ってしまった。このため、セディ・シエスと SPD で3ヶ月にわたる、 協議の末再び大連立を組むことになり、12月17日に第3次メルケル内閣が発足した。メルケル本人の発言通りであれば、首相としては最後の任期となる。2014年4月8日 EU データ保存指令について欧州司法裁判所が意見判決を下した。同年9月15日現在、マルウェア問題が取り沙汰されている。同年6月に ドイツ政府はベライゾンコミュニケーションズと結んでいた契約の破棄を発表している。首相の携帯電話などを盗聴していた米国家安全保障局の要求に応じ、ベライゾンは顧客の通話履歴など膨大なデータを提供していたとされている。しかし、アメリカ合衆国連邦政府の干渉は依然として続いている。2015年には100万人を超える難民のドイツへの 移入の許可を行った。そして同年12月、通信事業者に対する通信履歴保存義務が再導入された。この件には二度も違見判決が下っているにもかかわらずである。ドイツは少なくともバイマル共和制時代から電気通信事業にゼネラルエレクトリックなどのアメリカ資本が大量導入された味を持っている。二0十六年一月にはケルン大晦日集団性 暴行事件を受けて難民の受け入れについて女性から抗議運動がなされている。2017年9月24日に行われた総選挙では、セディ、シエスは246議席を獲得して第一、会派を維持したが、改選前より議席を減らした。また、極右政党、ドイツのための選択肢、アフドの対等を許したことから、2015年の 難民受け入れによる結果であるとロイターに報じられた。過半数に届かず連立協議が開始されたが、難航したため、メルケル政権は、牽制を落とした、レームダック化したと、ロイや BBC などで報道された。2018年3月になって、ようやく、SPD が、党員投票を経て、再び連立政権に入ることとなり、3月14日に、第4次、 メルケル内閣が発足した。しかし、同年10月14日のバイエルン州、10月28日のヘッセン州での衆議会議員選挙でセディは苦戦を強いられ連敗。10月29日にメルケルはセディの会合にて、同年12月に行われる党首選挙には出馬しない意向を表明した。首相は続投し、2021年の任期限りで政界を。 引退する意向。今の夫は、フンボルト大学ベルリン教授で、漁師科学者のヨアヒムザワー。ザワーは2005年のメルケルの首相就任に際しても、公の場に現れなかったため、彼がリハルト・アーグナーを好んでいることにかけて、オペラ座の怪人、と、あだなされた。2007年のハイビゲンダムサミットには姿を現し、首脳伴侶の行事に、黒一点参加した。 エカチェリーナ2世を尊敬しており、オフィスに彼女の絵が飾られている。2006年4月、休暇先で水着に着替えている後ろ姿の写真を撮らされ、イギリスの大衆紙、ザサンなどに掲載された。2008年4月には、訪問先のノルウェーでオペラ鑑賞した際、豊満なチブサを大胆に露出した衣装をまとい、話題となった。2009年の総選挙では、 この時の衣装を選挙ポスターに使う候補も存在した。少女時代に犬に噛まれたことがある。2007年にそちで、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談中、プーチンの愛犬コニーが乱入して、彼女の足元に座った。プーチンによれば悪気はなかったが、後に彼女が犬が苦手だと知りで、メルケルに謝罪の言葉を入れている。 同年のハイリゲンダムサミットでは、アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領に肩を触れられた、際、驚いて肩を怒らせるリアクションを取った、アメリカでは、面識のある異性の肩に手を借る行為は、親しみの表現として容認されている。2014年3月、習近平国家主席と会談した、際、小地図を送った。この地図は、がもたらした情報を元に描かれたもので、 1735年時点での新朝の支配域を示している。新疆、チベット、内モンゴル、南シナ海、尖閣諸島は新朝の領域外となっている。しかし、中華人民共和国の進化者は、地図をすぎ替え、贈呈されたものとは違う、小地図を掲載し、報じた。かなりのサッカー好きであり、ドイツ代表12番目の選手を辞任している。 自国開催となった 2006FIFA ワールドカップでは全試合をスタジアムで観戦している。2008年の UEFA 欧州選手権でもオーストリアまで駆けつけて観戦したことから本職をおろそかにしていると野党から批判されたこともある。また、クロアチア戦でファウルで退場処分となったバスティアン・シュバインシュタイがお次の試合の観戦に同席させ説教をしたこともある。 2010フィーファワールドカップでは G20 会場でデビッド・キャメロン A 首相とドイツ対イングランド戦をテレビ観戦。その際、イングランド代表のゴールがノーゴールとみなされた、いわゆる世紀の誤信と呼ばれるゴールに際しては明らかにゴール。ごめんなさいとキャメロン首相に言葉をかけた。準々決勝のドイツ対アルゼンチン戦では急遽ケープタウンに駆けつけて、 ジェイコブズは南アフリカ大統領と共に感染した。2014FIFA ワールドカップでは、ドイツ代表の初戦の対ポルトガル戦を感染しに、現地に赴いた。これには、政府専用機を使用するなど、多額の費用がかかったために、野党から批判された。ドイツ代表が、決勝に進むと、来賓としてガウク大統領と伴いに、再び感染に赴き、優勝に立ち会った。 この時には、勝利に湧く選手らをねぎらうために、ロッカールームを訪れ、選手らの自分取りに応じている。なおメルケルが、スタジアム観戦した12試合の成績は、11勝1敗で、あり、勝利の女神とも。アンゲラ・メルケルは、ユーロ圏に緊縮財政政策を要求する。ギリシャや、その他南欧諸国への緊縮要求はその典型である。2015年7月に、 トマ・ピケティラがメルケルに公開書簡を出し、ドイツがギリシャに強いる緊縮財政を停止するよう求めた。だがメルケルはピケティラの要請には応じなかった。メルケルは失業率25%のギリシャに対して、さらなる緊縮財政と500億ユーロ相当のギリシャ国有資産の売却民営化を含めた構造改革をするように命じ、それらの政策は特別なことではないとまで述べた。 国際通貨基金は、ギリシャには、債務減免が必要だとしていたが、メルケルは応じなかった。連立を組むドイツ社会民主党の党首、ジグマール・ガブリエルは、日頃からメルケルに緊縮財政をフランスに、押し付けないように助言していた。メルケルがフランスに緊縮財政を強要した結果、極右政党の国民戦線が台頭するようになったと、ガブリエルは述べている。メルケルに限らず、 ドイツ国民一般に財政均衡主義の傾向があると言われる。平均的ドイツ人にとって、浪費は罪深いことで、債務返済は道徳的義務なのだとされる。ノーベル賞受賞者、ポール・クルーグマンは、ドイツは他国にモラルを押し付け、緊縮財政を強要する傾向があると述べる。アンゲラ・メルケルはドイツで処理もできないほどの多くの移民、難民を歓迎し、 欧州に流入させておきながら2016年3月にはドイツが欲しいと思わない移民を EU の他の加盟国が受け入れればと主張している。2015年8月メルケルは多くの難民を歓迎しドイツに受け入れる方針を示した。メルケルはドイツは助けが必要な人を助けます。他人の尊厳に疑問を投げかける人や法的 人的助けが求められる状況で援助に前向きでない人などをドイツは容認しませんなどと述べ大規模の難民受け入れに積極的な姿勢を示す。それを聞きつけた難民、移民らが一斉にドイツを目指した。そして8月下旬ドイツはダブリン規約を停止しシリアからの難民がドイツで難民申請できるようにした。 ドイツ国内でも移民に反対する動きはあったが、右翼の過激派とネオナチがヘイトスピーチをしているのは本当に不愉快ですとメルケルは述べた。多くの EU 加盟国が難民の流入に拒否反応を示す中、ドイツだけは食料や衣類を難民に寄付し難民申請が終わるまでドイツに居住させることに賛成した。 ドイツ政府は2015年度9月上旬の段階で80万人もの難民を受け入れ、必要があればさらに受け入れるとする声明を出した。ドイツが多くの外国人にとって希望の国になっていることが嬉しいです。これは私たちの国の歴史家にとってとても価値あることです。とメルケルは述べた。9月ベルリン郊外にある難民の家を訪れ、 この方たちの社会統合は子供を通じて行われるでしょう。子供はドイツ語をすぐに習得しますから。そして多くの難民がドイツ語を学びたいと思うようになってほしいと思います。などと述べた。結局ドイツは2015年に約110万人もの難民を受け入れた。その難民の多くは北アフリカと中東出身だった。その大溝かけるんで、 集団性的暴行事件が発生し、ドイツの多くの若い女性が被害に遭った。2016年1月下旬の段階ですでに900件近い被害届が出されており、そのうち約400件は性的暴行の被害届である。2月にドナルド・トランプは移民に関してメルケルが非常に大きな過ちを犯したと述べた。もし移民問題が直ちに懸命にそして全力で、 処理されなければ、欧州は想像できないほどの大惨事となるだろうと、トランプは警告した。トランプによる警告から約2週間後、難民13万人の所在がわからなくなっていること、ドイツ政府が認めた。行方不明となっている難民申請者の中に、イスラム過激主義者や犯罪組織のものが含まれている恐れがあり、どこかに不法潜伏している可能性がある。メルケルは、 表向きは国境解放政策を唱え続けているが閣内は移民流入を遮断する方向に舵を切り始めた。トーマス・レメジエルが国境閉鎖の計画を練るよう官僚に指示し、ジグマール・ガブリエルは国境閉鎖した場合の経済への影響を精査するよう要請した。3月にメルケルは移民がドイツに来て難民申請するのを許可しない方針を示した。メルケルは 移民はギリシャで登録した後に EU 加盟国に分配されなくてはならない。EU の特定の国でアサイラムを取得したいなどという権利は難民にはないと述べた。そして難民、移民問題を解決するためにトルコに対しては大幅な情報を行い、シリアからの難民の世話をさせるためトルコに60億ユーロの資金提供を行った。加えて、 トルコの EU 加盟を加速させるような情報も言った。トルコ国民は、宣言域内をビザなしで移動できる権限を得ることになるだろう。2016年7月24日、ドイツ南部の都市、ロイトリンゲンにて21歳のシリア難民が待ち手で、女性一人を殺害しその他2名に障害を負わせた。メルケルは依然として、メルケル政権の難民受け入れ政策と、テロリズムとは、 つながりがないと主張している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。